ズ・イン・ワンダーランド時間の旅大変だ。姉妹ということでね、体を揃えて美しい赤と白の女王をイメージした素敵な衣装でお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。6年ぶりに白の女王を演じられましたけれども、はい、いかがでしたか、演じられてみて。はい、まず続編があるということに驚き、そしてまたお話をいただけたことを嬉しく思いまして、その6年間の間に自分がいろんなお仕事をさせていただいたので、それが少しでもまたこの作品で活かせたらなと思って、はい、白の女王を演じさせていただきました。実際のこうご自身の姉妹に関するエピソードでこの映画とどこかこう重なる部分とかありましたでしょうか。まず深田さん、どうでしたか。はい、はい、そうですね、私はやっぱり姉なので、妹が何かあった時に一緒にお姉ちゃんも悪いっていうふうに連帯責任として怒られるようなことがあったので、はい、今回の映画はちょっとそういった部分で共感しました。妹ってずるいって思うようなこともあったので、うんうん、はい、姉の再臨されましたか、岡田さんは。よくあのうちは6個離れてるので、私のせいにされるというよりはもう父と母から一緒に怒られるという感じでした、ね、でもすごく6個も離れてるので喧嘩はなかなかないんですけども、はい、よく会ってます、すごく仲良しです。ああ、そうなんですね、はい、誰しも姉妹の人は、姉妹だったりとか兄弟がいる人はもしかしたらこう私が小さい頃こうだったのに違うのにっていうようなことが経験したことがあるような人も多いと思いますし、そうじゃない方はあの家族で今回家族のシーンだったりその兄弟だったりっていう温かみある人間味あるエピソードがたくさん出てくるので、そういった部分も共感していただけるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、まあ、あの前回のアリス・イン・ワンダーランドでも姉妹の部分っていうのは出てくるんですが、あの今回はまたなぜそういった考えに赤の女王がなってしまったかということだったり、あとはワンダーランドの住人の方たちのあのただこう楽しく生きているだけじゃなかったんだというワンダーランドの人たちではあるんですけど、人間味あるそういった深いお話になっているなと思いますので、あの皆さんご家族だったりあとは姉妹だったりとか、あのたくさんの方にぜひ見ていただけたらなというふうに思っております。アリス・イン・ワンダーランド時間の旅、大ヒットを祝してせーの、舞い降りてまいりました。皆様ありがとうございました。さあ見事に終わりましたね。あ、大丈夫です。はい、さあゲストの皆様、今日せっかくですので、客席の真ん中に今日はステージを準備させていただきました。アリス・イン・ワンダーランド時間の旅、大ヒット。皆さん大きな拍手でお送りいただきたいと思います。深田恭子さん、パクロミさん、ナイト